岐阜東ロータリークラブは岐阜市で5番目のクラブとして1969年に創立し、以来地域に根ざしたさまざまな奉仕活動に取り組んでいます。記念例会には会員のほか、韓国からの姉妹クラブなどおよそ80人が出席し、広川茂幸会長が、創立から半世紀以上経ち、私たちを取り巻く環境が変わる中、今後も会員が一丸となって未来を切り開いていくと挨拶しました。記念例会では創立55周年の記念事業の一環として、岐阜市内の中学生を対象にした作文コンクールの表彰式が行われ、最優秀賞に選ばれた清華中学校2年生の大熊千尋さんをはじめ8人が表彰されました。また岐阜市の柴橋正直市長が岐阜市の将来像と次世代の平和をテーマに記念講演を行い、出席者が熱心に耳を傾けていました。ニュースをお伝えしました。